球が世界で流行らない理由、わからない。やる分にはピッチャーでなければ大半の時間が暇だから。サッカーのゴールキーパー不人気問題と一緒だな。ゴールキーパー不人気はな、パシージャスがバロンドール取れなかったし、これからゴールキーパーに日の目が当たることは難しそうだな。ボール持ったりもらわずともスペース作ったり潰したりに参加できるのがサッカーの良いところやな。ゴールキーパーはドイツではフォワードの次に人気ポジション。人気なんて国によるから適当なこと言うな。サッカーには勝てんよ。野球のデメリットすべてサッカー普及のメリットだもの。見ていて面白いのは野球だが、貧乏な国では動画を揃えられんからね。サッカーか陸上しかできん国は多い。まあ先進国でも大半がサッカーの方が人気なんだけどな。特にサッカーのボール一つで何人いても一緒に遊べるってのが強すぎる。飛ばないボールどうのこうのって言われている通り、道具で結果が変わりすぎる欠陥スポーツだからだろう。どう考えても危険すぎて子供にやらせたくない。危険性を問うならほとんどのスポーツはできないじゃん。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。